皆さんこんにちは、おひべちきです。チキズライブラリーでは毎回おすすめの本を紹介していきたいと思います。今日紹介する本はこちら、ハームリダクションとは何かというタイトルのです。実はこの本、私が帯を書いてるんですけれども、これとてもいい本なんですね。この本は何をテーマにしているのかというと、薬物依存症、そこから回復するための社会を作るためにどういった取り組みが必要なのか、そういったことが書かれているものなんです。薬物依存症というのは回復可能な病気なんですが、この日本では刑罰の対象にもなっているんですね。覚醒剤取締役法であるとか麻薬の取締り、そうしたような対象にこの薬物依存がなっていることによって、実は医療や回復、それから様々な NPO 団体につながりにくくなっているのが現状でもあるんです。そうした中で、芸能人の方の薬物依存症問題で大きくネットであるとかテレビであるとか賑わかしてしまうということがあったりするんですけれども、その際によく見るのは、ダメ絶対と言われている薬物に手を出した、反省が足りないんだというような議論だったりするんですね。でも薬物依存症というのは一つの病気です。病気になった人に対して風邪をひいている、またひいたんだ、反省が足りないというふうに言うようなもので、回復に必要なのはむしろ効果的な治療というものを進めること、それから効果的な治療につながりやすい社会を作るということなんですね。で、そうしたものの中の一つがハームリダクションです。ハームというのは害で、リダクションというのは減らす、つまり害を減らすというような方法がハームリダクションなんですね。例えば日本以外のいくつかの国で導入されている面白い試みがあります。実際に公共機関が建物を用意して、その建物で注射針を配る。で、そこに例えば薬物などを注射する人たちというのは薬を打つために針をもらいに来るわけですね。あるいはその機関の施設の中であれば、どこでも薬物を打っていいよというようなことを提案をしたりする。そういうことをすることによって、人々が表に出てきて堂々と薬物を摂取するというような状況を作るわけです。またハームリダクションですから、例えば薬物使用の問題というのは薬物そのものへの依存だけではないんですね。薬物を例えば注射で回し打ちをする、そうすると血液感染で感染症が広がるということも起こりうるわけですね。その点、注射器というものを新しいものを提供すれば、感染症の拡大という点は改善することができる、つまりハームをリダクションすることができるわけです。そしてそのように様々な注射針であるとかドラッグなどを提供することによって、公共の建物に来てもらう。で、その公共の建物には、医師の方とか、あるいはソーシャルワーカーの方が常駐していて、いろんな相談に対して応答するということができるわけですね。薬物について悩んでいる。でもその方は実は薬物ではなくて、貧困であるとか暴力とか、そうしたようなところから逃れたくて薬物に手を出しているという人もいるわけです。となると、真っ先にすべきことは薬物をやめさせることではなくて、薬物を打たなくてはいけないような状況を改善すること、つまり貧困へのサポート、暴力からの脱出、こういったことを行っていくことが必要なんですね。つまり薬物をダメ、使った人は捕まえろという形で懲罰主義で対応するのではなくて、薬物使用者の現状というものに寄り添って回復を一歩ずつ促していく、そうした発想がハームリダクションなんですね。この国で薬物使用者の方がニュースで取り上げられると、ワイドショーなどではがっかりしたとか反省してろとか、もっと厳罰化をというような声が上がります。しかしそういった厳罰化というのは、むしろ薬物使用の再犯に対しては逆効果だというデータも出ています。本当に必要な薬物依存対策は何か、本当に必要な安心社会を作るための取り組みとは何か、そうしたことを考えるためにもぜひこの本を手に取ってみてください。ハームリダクションとは何か、紹介したチキズライブラリーでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。